フーチェル・オスカー・エミール・フォン・フーチェルは、ドイツ帝国の軍人。神道戦術の生みの親として知られる。オスカー・フォン・ユティエとも表記される。エアフルトに生まれる。第一次世界大戦には、当初西部戦線で、師団長として従軍していたが、特に目立った功績を挙げたわけではなかった。1915年に、東部戦線に転属となり、第十軍前下の軍団長に就任した。 軍団を率いて大きな成功を収め、ロシア帝国のポーランドとリトアニアを占領した。1917年には軍司令官に昇進。前線での経験と敵軍の戦術研究から残豪戦を打破すべく新戦術を編み出した。これは前年にロシア軍のアレクセイ・ブルシーロフ将軍が始めた物資の不足による砲撃を減らし不評中心の攻撃とする国肉の策である。 ブルシーロフ構成に学んだものだった。この戦術は長期間の準備射撃をしないため、敵軍に警戒する時間を与えない利点があった。ブルシーロフは多大な成功を収めたものの、潤沢な物資を得た後は、元の戦術に戻ってしまっていた。新戦術を使ったフーチェルは1917年から1918年にかけて大成功を収めた。フランス軍は指揮官の中から、 この新戦術をフーチェル戦術と呼んだ。しかし現在では浸透戦術と呼ぶのが一般的になっている。それまでの戦術は、砲兵による入念な準備射撃の後、大勢の不評が戦線全体で攻勢に出る方式であり、売るものが少ない割には多大な犠牲が出ていた。これに対しフーチェルは以下の手順を採用した。準備砲撃を少なくし、銃砲の榴弾と、 毒ガス弾による短いものに限り敵前線を沈黙させる。ただし敵陣地を破壊はしない。少数性への突撃隊が移動弾幕射撃の支援のもと前進し敵陣の弱点を探って浸透する。その際戦闘は極力避け敵司令部や砲兵陣地に攻撃を施行してこれを確保あるいは破壊する。突撃隊の任務が完了した後 機関銃や球砲、火炎放射器で重武装した後続部隊を前進させ、突撃部隊が攻撃を避けた敵陣地を沈黙させる。残る不評が全力を挙げて攻撃し、残った敵軍を排除する。浸透戦術に似た戦術を採用した将軍は、フーチェル以前にもおり、南北戦争の際に1864年のスポットシルバニアコートハウスの戦いで、エモリー・アプトン大佐が、 同様の戦術を行っている。また、第一次世界大戦でもフランス軍が似たような戦術を行っていた。しかし、フーチェルはこの戦術を大々的に採用した最初の将軍となった。1917年9月、フーチェルの第八軍は新戦術を用いて攻めあぐんでいたリガを攻略した。続く、バルト海での上陸作戦は第一次世界大戦で、 唯一の成功した上陸戦となった。フーチェルの戦術は中央同盟軍で広く採用され、オーストリア・ハンガリー帝国軍はカポレットの戦いでイタリア軍に対して浸透戦術を使い大勝利を収めた。また、イギリス軍にカンブレーの戦いの際に奪われた土地を奪還する作戦でも使用され成功を収めた。フーチェルはビルヘルム2世から プールルメリット勲章を授与され、1918年に西部戦線に転属となった。1918年3月、フーチェルは新東戦術を使って英仏連合軍の戦線を突破し、ソンム側に沿ってアミアンの方向に 65km 前進し、連合軍兵士5万を捕虜とする成功を収め、白洋付ヘプールルメリット勲章を受賞した。6月にも、 新党戦術を使ってフランス軍に対して勝利を収めたが、連合軍は対抗手段を編み出した。1918年7月の構成の際、米仏連合軍は重心を持たせた防御システムで突撃部隊の攻撃を防いだ。ドイツ軍の正機は去った。ドイツに戻ったフーチェルは上官であり、どこでもあるエーリヒルデンドルフ同様、ドイツは 前線での戦いに敗れたのではなく、イギリスによるプロパガンダで士気を喪失した15のせいで、戦争に敗れたのだという意見を持った。フーチェルは1919 19年に軍を去り、その後は死の直前までドイツ商工連盟総裁を務めた。1919年には政治団体ベルリン国民クラブ総裁にもなっている。1934年にベルリンで死去した。 ありがとうございます。